全国で800回以上開催の就活イベントニーツカンパニー。イベント終了後ご希望の方にはリクルーターがついてあなたの就職活動をサポートします。詳しくは概要欄をご覧ください。内定チャンネル。うわー今日仕事終わらねー。はい、ということで今回は生産性を上げるためにということでテーマを持ってきてまいりました。僕は結構効率が悪いという感じで多分認識されてると思うんですが、お二人は結構仕事ができるっていう印象があるんですけれども、今回はどのようにして仕事の効率を上げればいいのっていうのをお伺いしたいなっていうふうに思います。仕事中に作業効率を良くするために意識してることとかってあったりしますかね。作業しないんで分かんないです。いや冗談です。会社員冗談ですよ、冗談ですよ。これね超重要なんですよ。結局まず戦略が一番大事なんですよ。まあでもどこまでをその人がやるかにもよるんですけど、まず戦略を立てるっていうのが一番大事で、その後設計に入って、でその設計をどうやって実行するかみたいな感じでこう下がっていくんですね、はい、省流が。だからどこの部分を指してるかにもよるんですけど、おそらく今しかは実行のところを指してると思います、うんはい、なんですけど、会社ってやってる以上は売上利益を上げなきゃいけないじゃないですか。例えばじゃあ僕フリーランスサミット最近やりましたよね。あれフリーランスサミットやろうって決めたのが戦略なんですよ。まず売上利益を上げるためには何すればいいのかって時に、飛び込み営業やろうじゃなくてフリーランスサミットやろうって決めた、これがまず戦略じゃないですか、はい、そうすると同じ売上を上げる時にフリーランスサミットやるのが非常に効率がいいんであれば、その下にある設計と実行っていうのがちょっと楽になるわけですよ、うん、同じ売上上げるためには戦略が優れてる方が簡単にできちゃうじゃないですか、うん、戦略がしょぼいとどんだけ効率的にやっても売上って上がんないんで、はい、結果どんどん疲弊するんですよ下の人たちが、うんはい、うまくいってる会社ほど下の社員さんはホワイトになるっていうのは、要は戦略が優れてるからなんですよね。で逆に労働集約で薄利多売でずっと自転車操業でやんなきゃいけない会社は効率化したところで結構厳しいと、これが前提としてあります、うん、どんな戦略であれ実行のところをどうやって効率化するかっていう、多分今そういう人ですよね。あ、そうですね。で僕はそういう意味で実行は普段やらないんでわからないですっていう、わからないですまで時間かかっちゃったんですけど、はいうん、え会社員の時 の, その実行の部分っていうのは、うん、なんか テレアポとかですか、株元さんとか。これもちょっとまた職種によって多分違うんですけど、はいはい、熊谷さんみたいにどちらかというとバックオフィス側だったりとか、うん、管理部門側の人なのか、僕みたいに外に突撃していく営業型なのか、まあ、人事なんで多少営業の要素があると思うんですけど、僕の場合は戦略立てるとか何件アポ取るためにどうするかとかってより1秒も休まず電話かけてるっていうのが一番の戦略なんですよ。なので僕はあんまりマイルストーン敷いてとかスケジュール表 WBS 作ってとかっていうのはやらずに仕事してきたタイプ。そのボタンならもう今すぐ電話しろって言われてたんで、うん、ガムテープ受話器にってよく言われるんですけど、はい、それに近いことしてました。こうやってガチャってやったら時間もったいないからここで押してました、そのフックボタンですね、っていう、それが僕の流儀ですとにかく数こなすみたいな感じですか、うんうん、熊谷さんはどのように作業の部分職種がちょっとまた違うと思うんですけど、うん、営業の時は僕も新人でテレアポしてる時は全く一緒です。もう受話器置かずにずっとこう挟んでこれでかけてました、まあ、結構基本じゃないですか営業、うん、新規の今はさこういうのあるからいいっすやん。そうですね、イヤホンとヘッドセット安くて、うん、分かる意味、あのあれですよね、コールセンターみたいな感じですよ。そうあれがあるからさ、俺もう腕疲れてしょうがなかった昔こうやって、どうでもいい話なんでリストとかも自分で打つんですか。リストっていうか電話番号とかも全部、もちろん今は思い出せないけど03は23区とかあれこの番号何県だっけなとかって、最初の086なんちゃらとかでこれは大阪の方だっけなとかっていうのが分かるようになってる。これ見てる人は営業職か今みたいに作業進行をするっていう仕事なのかで、大きく分けるとそのどっちかになるんで、僕の場合今その営業の方なんで、まあ作業効率化どうたらこうたらとかよりかはどちらかというとそういうずっと動き続けるっていうのが一番の効率いいというかなんですけど、作業の方ってなってくるとおそらくなんかツール使うとかコミュニケーションのなんかチャットのグループどうたらこうたらとかってあると思うんですけど、そこ聞きたいわけですね。長くなっちゃってますけど、そこに関しては僕はね分かんないんで熊谷さんからお願いしていいですかどういうタスク、どの作業に関して言ってます、ちなみに。営業とバックオフィスっていうか、それエクセルだったりとか、うんまあ、事務仕事、それこそだからタイピングの速度上げるとか PC スキル身につけるとかってもちろんあった方がいいんですけど、はい、例えばですけど、うちで新人とかに言ってるのはユーザー辞書登録めちゃくちゃしろって言ってます。お世話になっております熊谷ですってメールと文頭で打たなきゃいけない時に毎回打ってたら時間かかるじゃないですか、うん、だからおって一言入れて変化ボタンしたらそれ出るようになってるとか、うん、ごって打ったらご確認お願いいたしますが出てくるとか、よく使う文面とかは全部ユーザー辞書登録してますし、うん、あと自分のメアドを打たなきゃいけない時とかに熊谷ハイフン
とかっていちいち打つのだるいんで、メアドって打って変換したら自分のメアドがパッて出るようになってるとかっていうのは PC の設定で全部してます、ね、っていう話ですよね多分。ありがとうございます。そんな感じです。でもこれ別に結構どこの会社員の方もやってるレベル、まあ、あとモニターはやっぱり2枚3枚の方が早いですよね、はい、でも多分普通でしょう、うん、僕使ってるんですね。えモニターはね 100% 買った方がいい。しかも言うて安いんですよね。あれ1万円とか1万5000円で買えて、これ会社員の時もモニター自分の家に買って仕事家でやっても全然これ違う。えモニターってそれ映し出されてるみたいな感じ。そうただ画面でかくなるだけ。でも2枚になる。作業するのこっちですもん。でこっちで見るみたいな感じですか。だから2画面になるから、要はこっちでメール文章を見ながらこっちで動画をで動画見ながらこっちでメール打つとか、メールの文面こっちで開きながらこっちでさっきまで処理してたエクセルのデータとか見て、メール打ちながらあれさっきどういう数値だったっけとかどういうデータ処理したっけって思ってこう画面いちいち切り替えるのだるいじゃないですか、はい、こっちにエクセル打つリッパ、こっちメール打つリッパだからメールの文面見ながらこうやって書けるんですよ。あここがこうでこうなんでこうですっていう。お前そんなことも知らないの。知らなかったです。ゴミだなやっぱ20代のフリーランスは。すいません。ということで毎回これから今しか詰めて終わろうと思います。、はい、ありがとうございました。